コロナの感染拡大がまだ続いている中ですが、今ネットで話題となっているのが、はい、こちら黙食という言葉なんですね、うん、聞き慣れない方も多いと思うんですけど、これ福岡市のカレー店が黙って食べましょうという思いを二文字にこのように込めたんですね。で、大きな反響を呼んでいるんですが、この二文字に込められた思いとは。下手すりゃめちゃくちゃ炎上して誹謗中傷の電話が鳴りやまず、もう死のうかなと思うんじゃないのかなとか思ったりもしました。福岡市南区のカレー専門店マサラキッチン、県外からも足しげく通うファンがいるほどの人気店です。ある日、店長の三辻さんは SNS の投稿に目を留めたといいます。自分は感染対策に気をつけてお店に行ったのに、隣の団体がマスクもせずに大声で喋っていて不安を感じた。よその店のこととはいえ、とても人ごとには思えませんでした。そういう投稿が、まあ、たくさんあって、程度の差はあれどうちも抱えている問題ではあったので、でそれをどうやってこううまいこと解決する方法が何か知らないかと思って。2回目の緊急事態宣言が出されたものの、席をおよそ半数まで減らすなど、感染対策としてできることすべてをすでに実施。これ以上何をと途方に暮れざるを得ませんでした。もうあとは最後の最後、マスクを外しているときは絶対にできるだけ喋らないでねっていうことしかなくて、黙って食べてくださいっていうその2文字にこうギュッと圧縮して、表現すれば、まあパッと見れば大抵の人は直感的に理解していただくんで、あ、そうやねってなることが多いですね。そして掲げられた黙食の2文字、意味は黙って食べてください。お客さんを感染から守るためとはいえ、飲食店らしからぬ言葉に反発や批判も予想されました。ところが、全国いや全世界に広がってほしい。うちの店でも使わせていただきます。流行語大賞候補。寄せられたのは7万件以上のいいねと称賛でした。思いの方が好意的に捉えてくださる方の方が圧倒的に多くて、同じように思っている方が結構たくさんいるんだなということも分かりました。記者も黙食させてもらいました。いや、ちょっと食リポ革命が起きてしまったかもしれない、はい、孤独のグルメ状態なんですよ、うん、頭の中ではつぶやいてるんだけど言葉には出さないっていうことが大事で、ちょっと、ね、目から聞こえてくるものがありましたけれども、ね、飲食店側からの呼びかけっていうのが本当にありがたいことですね、はい、はい、でこの黙食のポップなんですが、マサラキッチンのホームページでフリー素材として公開されているので、うん、条件で合うお店は自由に使ってくださいということで、どうかね、輪が広がってほしいですね、はい、であのマサラキッチン営業時間については、はい、ホームページなどでご確認くださいということです。はい。